ポック・テッサロニキは、ギリシャの都市、テッサロニキに、本拠地を置く総合スポーツクラブ。ポック・サロニカと表記されることもある。ポックとは、パンセサロネー・キオズ・アスリティコス・オメロス、コンスタンタヌ・パーラトンの略で、サッカーを含むバスケットボール、バレーボール、水泳など総合スポーツクラブである。前身は1875年に、コンスタンチノープルに創設されたスポーツクラブ。 ヘルメス。1926年、木戸戦争の影響により、本拠地がテッサロニキに移転され、名称も現在のものに改名された。同年4月20日、ポック FC として、サッカークラブも新たに創設された。ギリシャスーパーリーグに所属しており、3回優勝している。ギリシャカップでは7回の優勝を誇る。オリンピアコス。 話しないコスと共に一度も2部に降格したことがない3クラブのうちの一つである。テッサロニキはギリシャ第二の都市なのでアテネを本拠地とするチームとの対戦は盛り上がる。北部ギリシャの人気チームで熱狂的なファンを持ち2007年の調査ではギリシャ国内のサッカーファンのうち9%がクラブを支持している。2006から07シーズンは シーズン6位という成績を残し、UEFA カップ出場権を手に入れたが、手続きの不備により出場資格を失っている。2018年3月11日、エクトの試合で、イバン・サビディス会長が銃を所持したままピッチ内に乱入する事件が起き、国内のプロサッカーリーグを無期限で中止にすると発表した。2018から19シーズン。 1984から85シーズン以来34年ぶり3度目のリーグ優勝を果たした。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。